おお、次回モードデイビス、はい、近く、もう一日キズバか、つらいな、さあラストチャンス、ワンチュー2とかやっちゃうか、久しぶりに。ワンチュー2ならワンチャンどんとでもなっかんな、約362枚のマイナスという感じになりましたけど、でないっていうことが分かったんで、俺たちの絆はこの辺でお開きでございます。この後は得意なやついきたいと思います。さあ、なんだかお久しぶりのバンバカサラリーマン番長2でございます。久しぶりですね、ずいぶんとご無沙汰しちゃってましたけど、収録では打ってないですけども、毎月打つ機会は1回2回あって、まあ、健康的には番長2に関してはね、やらせてもらってます。また私に一応この店の番長2、3台やって過去2回、前2回ですね、真ん中の台、あと左の台がまあ5っぽい、5あって5あるかなっていう挙動は指し示してたんで、余裕のプラを刻んでたんで、はい、103ゲームで雫いったんで通常 B の可能性はあります。この台ですけれども、ボーナス6回のいただきラッシュ3回ですか、だから駆け抜け駆け抜けっていう感じかな。なるほど。さあ、今前任者の方がね、わざわざ情報を持ってきてくれましたけれども、 B にはすごく行くんだけどやれなかったからやめたということみたいです。ってことは46挙動ですねただサラリーマン番長2の6は、やれないっていうことがやっぱり少ないんですよね。若干のそのあくまで実践上の結果ですけれども、ちょっとできれ感はある。設定6に関して言うと、まあ、僕自身打ったことがないんで断言はできないんですけど、そう考えるとこの台は4かなっていう当たりをつけた上でちょっとレバー叩いていきたいなっていうふうに思います。ちょっと当たるね。ああ始まっちゃったね。217ゲーム延長が始まっちゃいました。あ、やっぱ通常 A です。でこれ解析出てないんですけれども、5号機のサラリーマン番長同様、高設定ほど通常 A にいた時のテーブル、高設定ほど通常 A の時のテーブルが優遇される傾向にあると僕は睨んでます。どういうことかっていうと、まあ、通常 A だと200、400、600の100の単位が偶数のゲーム数で広角になるじゃないですか、まず大前提として。でこれに100、300、500にもくっついてくるっていう挙動、そのゾーンがね、これが高設定ほど顕著だなっていう印象を持ってます。だ結構僕自身6は打ったことないけど、設定4、設定5を打つ機会は多くて、でまた1、2だなっていう台を打つ機会も多いわけで、それを比較した時にあからさまに100の単位が偶数以外、だから100、300、500でもゾーンがくっついてるのが高設定でっていう印象があるんですよ。ちょっと解析出てないんですけど、そのゾーン取るやつは。ただここに関しては多分出ないんですよ。なぜなら初代のサラリーマン番長、5号機サラリーマン番長でも対して出なかったから、そこに関しては。ただ設定下がったことは顕著なんで、今回もそれを継承してるのかなっていうふうに思ってます。なのでこの台一応100ゲーム台でゾーン行ったんで、まあ、前任者の意見と合わせて、まあ、4は期待できるのかなっていう話。
なんですね。これワンチャールズ。あ、ワンチャールズ。あー、行ったね。これ行ったと思う人、はい。これあるんですよ。嬉しいわ。サンキュー。248通常 A マップ解除。サンキュー。追加投資なしですね。俺たちの絆で使った13本のまんま持ち込んで移動してきましたので、さあここはレディーファースト。私は、あ、俺なんで狙わなかった。もうさ、今さ絆打ってたあれでまあ赤なら、ね、はい、さおだよな、やっぱな。また会えたね。また会えたねって言われるだけで感無量なわけ。いやさ、青山美沙を死亡説とか流れたじゃんネットで。俺結構後期で俺それを知ったんだけど、そんな、まあただいやでも死んじゃダメ、ヒロインは死んじゃダメ、あの幸せじゃないじゃんそれは。それを幸せとは言わないんだよ。まあよう考えたよね、あのネットの青山美沙を死亡する。まあまあ揃ったな、14回揃った、15回か。そしたら5で午後25の 47% 抽選と把握してレバー叩いてくる。もうね、ウルトラ厳しい、ウルトラ厳しい。これ赤だ、赤なのが唯一の救い。3回揃ったんで、ボッパーは上がって 52% 抽選と思ってレバー叩いてみます。ありがてー、ネクスト出てての赤玉はありがてー。ナイステマー、サンキュー、サンキュー。はい、50、62%。勝負どこじゃん、もう勝負どこじゃん。でもスラッシュ降格中はとにかくリプレイフラグですね。約7分の1のリプレイフラグの時の何分の1でスラッシュ引っ張ってこれるかっていう戦いなんで、まあ、ざっくり8分の1。いや要はリプレイを狙ってレバーを叩いていった。
惜しい惜しい。回ね、でまあ厳密に言うと第一左ナビなんですよ。第一左ナビのリプレイの時にスラッシュなんですよ。さあ見たまえ、この時に第一左ナビのリプレイの時にバーベントバーを押すと当然止まるんですよこれね。で結局内部的にそれを引いた時にじゃあナビを出すのか出さないのかっていう処理が行われて出さない方を選んだときにスラッシュが決まるっていうそういう仕組み で、まあ、そこのナビの振り分けの部分に、まあ、個人的には設定差がつけられてて、まあ、この設定ほど若干スラッシュ割合が高い、これだけ奇数設定は高いと予想しているんだと思いますけども、その後ろを把握して6号機向き合うとすごい楽しいですよね。今夜のキャプテンは私です。そっちかアロどうだったの、乗せなかったらひょっとして今の左回っていうねっていうっていうね、惜しい。ストロングアロー、スラッシュレベルがありまして1、2、3、4段階で、レベルが高いほどこういう11枚押し順ベルなんかで、枚数は乗せが期待できると。でスラッシュレベルはスラッシュを引いたたんびに再抽選されるんで、これ強中だね、ああ強中だね、これ最強チェリーはないかさすがにね。うっしょ、ナイス。さあ見たまえ、スラッシュするたびに僕センサー触るんですけど、ここで反応した場合にレベルアップが期待できるっていう考え方でいいと思います。まあもちろん反応しなくてもレベルアップの可能性はありますけど、さあ見たまえ、うますぎマンだろこれ、うますぎマンだろ。結局スラッシュに弁当を引けるかどうかなんですよね。さあ見たまえ、そうスラッシュのレイクは全部枚数バランス確定なんで、これで183までいったんで、これ弁当一発限界突破、全然射程圏まで持ってこれました。弁当の引いた時の確か 6% とかで200枚以上の上乗せ、6% だったかな、ちょっと正確な数字忘れたけど、まあまあ現実的に期待できるから 6% とかじゃないな、もうちょっとあるな。そうなんだよね、ここで乗ってる乗ってないが本当大事なんで、弁当弁、ああチャンス目、さあ233まで来ました、残り1ゲーム、ここ超絶大事だよね。このゲームで結局弁当を持ってこれるやつは多分サラリーマン番長2で負けないです、
よし、これは広角ね。ここでスラッシュ引けたら漫画だよな。なあ、ここでスラッシュ引けたら漫画だよな。大地の力を両の足から吸収し、しんのすけレバーを108の帯、天地同盟。主人公になれる可能性があるっていう、たまんなくない？そんなことある？ある？今俺は漫画の主人公になり損ねたわけ。ほんとちょっとの差で。で、今6号機いろいろ出てますね。ライトで言えば正宗3が最新で出てますけれども、まあダイトで分かりやすく話しましょうか。吉宗3で、あとはサラリーマン番長2でリゼロ、もうあとは後ろの平加賀にいろいろ出てますけれども、それぞれの6号機 AT 機によって1回の AT 初当たりで期待できる獲得枚数ってあらかじめこうある程度計算されてできてるんですね。例えば6号機第1弾というところの鏡でいうと、まあ、800枚ぐらいだったかな。ただやっぱりその高設定ほどベルナビ30の振り分けが高そうだぞとかそういうのがあったりして、高設定の方がなんだかんだ出る仕様にはなってる。で次のリゼロ、リゼロに関して言うと設定6はもう本当に400枚何枚か知らんけど、とにかく全然枚数取れないじゃん初当たりで。その分初当たり確率が良くって、一方の低設定1は一発完走が狙える仕様なわけじゃん。で吉宗3で言うと、あれはあの辺から秀逸になってきて、設定問わずビッグさえ引けば、まあ、大体1000枚ぐらいの塊が出るよねっていう仕様。1000枚ではないな、711枚だな平均で言うと。だから711枚なんだ。でこのサラリーマンバージョン2で言うと、これが また見事に計算されてて、1000枚っていうところが本当多いので、乾燥はすごいしにくい、乾燥はすごいしにくい。俺自身まだ2回しか完走したことないからなんだけど、まあ大体500枚はちょっと頑張れば出るよねっていう仕様で、最近出た正宗3で言うと、まああれはすごいですよね。イメージで言うと初当たれば2回に1回完走しなきゃ嫌だっていうような初当たりの重さがあるもんね、うん、だからその辺の出玉性能を把握した上で打つ台をこう絞って打っていった方がより一層こう力の入れどころが分かると思いますので、でも番長2に関してはもうここだよね。ここでもうやれるかやれないかでも全然運転の差、まあ、あとはビッグでボーナスで通せるか通せないか。あか、この2ゲーム連続押し込んでるはダメ、絶対に避けなきゃダメ。最高です。
ただきさ。よし、いいぞ、いくぜ。お、レベルあるぜ。これが弁当を持ってこれる人っていうのはよくね、限界突破するんですよ。で、僕に関して言うと、どちらかというと弁当は持ってこれないタイプ、今のところね。今俺バーベントは狙ったけどね、止まんなかった。どうした？ちょっと待って、30ゲーム乗っかったんだけど、やば。今ちょっとプレミアっていうかレアなパターンだと思う。あんまりないね、だいぶない。青ナビで俺バーベントバー狙って揃わなかったんですよ。確かに俺狙ったんで。中ナビの時はあるん で止まらずにあれでってことは、そういう演出を選ばれたんだと思う、おそらく。あ、行幸でございます、行幸。23ゲームで2回目のベルノス、もう一声欲しい。サラサマイにはあるね、もう一段階ここで上げたい。お、いいよ。今夜のキャプテン右左。まあまあスラッシュやってんだけど、レイアップ引けないんだよね。限界突破んぞ、おい、限界突破んぞ、限界突破んぞ、胸熱。まあでも100枚だから、まあ冷やかしで上乗せは上乗せなんだと思う。しんのすけレバーオン未来予想図どうかな。ああ上乗せか、これじゃダメだな。未来予想図、ああダメだ。だぜ、限界突破、早く早くやれって。ちょっとスラッシュマーマーゲーム数できてるから、これ弁当の季節になってきたよ。もう弁当の季節ですよ。見た見た、
やば、これちょまた上がったっぽくね。ただこのボーナーのスラッシュしてえな。うまい、うまいよ、ナイス。レア役だぞ。209枚だぞ。左が滑った時点でもうダイナマイト。うふう。さあリーチ、リーチ。さあ見たまえ。さあ見たまえ。ライクアもうこれ限界突破リーチなんで、突破した場合は猛烈に派手な演出が出ますんでね、まあ、出やすいです。これではない、派手でもこれではない。よし、さあ見たまえ。さあ30、20で50で限界突破あるぞ。ああ弱い、ああ弱い弱い。うわちょっと待って、過去チャンスまで全部50なんで、まあもうやりましたね、これやりました、多分やりました。いくぞ、あーサンキュー、レッツゴー。力、よし、連携突破した後スラッシュしない疑惑があるんだよな、俺したことないんだよ実は。今10ポイント溜まったぞ。チャレンジではないよ。宝石を報告しろ。アフリカ地区。私に任せたまえ。ゾワイアフリオス。南アメリカ地区。すごいな、この目線を見る限り。さあ、1ゲーム連チャンス。
押し順ベル以外を引く割合が 40% と言われてますんで、 40% を引くレバーオン、さあ今夜のキャプテンは私、左赤右左今夜のキャプテンは中右右中左おっしゃおっしゃお今夜弁当がいいな、よしおー、ノーおー、ノーノーダメだパ弱者で 50% 右リール中段バー止まれば 100% イエース逆転よし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 、この引き戻しはでかい、マジででかい、いやードヤ顔しとるやんけ、はい、オス弁当50枚、最低、あーあっあっつーやった、いやそれは言うんだよ、これ確定じゃないから、チャンスは確定じゃないから、うわー今度こそ 50% 外した、1033枚あと200枚300枚で完走だったけど、まあトムはね1時間半で1700枚十分ですね、いや捨てたもんじゃないだろう、バンチョっつーな、面白いな、もうちょっと打ちたいんだけどさ、バンチョスリーが忙しくて手回んねんだよ、いやー千載一遇のチャンスを逃したわ、あ、ダメだ、ちょっとごめん、ほんとごめん、792、あーちょっと勘弁して、見つけたぜ、はい、いうことで今日はここまで、いいとこも悪いとこも
味わえたサラリーマン番長2番バカ、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。バンバカサラリーマン番長2、久しぶりに打ってたんですけども、まあ二の矢、途中から打つのに適した台だなっていうのは確認できましたね。持ってきた200枚ちょっとのコインで、飲まれることなく1800枚と、ただその後1000枚飲まれたっていうで、まあ、サマイ数的には全然プラスなんですけど、プラス800枚ぐらいなんですけども、前回の俺たちの絆と合わせるとちょっとプラス200枚ぐらいっていう、ちょっと歯がゆい結果になりましたけれども、設定の方はちょっとあの時間だけじゃちょっとわからないですね。左の台が少なくとも通常のいただき2回入っていたん で、あと引き戻しをひたすらやってたんで、まあ5だったのかなっていうふうに思います。で、来月3月20日ここ来るんですけれども、今回はもう番長312台がまあ半分5みたいな雰囲気感で非常に良かったのかなと思います。で、最初打った朝一打った絆2も2台右肩、綺麗な右肩上がりな台があったんで、まあとりあえず戦えるのかなと。で、正宗3もなんか4、5、6角が出たっていう話でね、非常に、ただちょっとな、絆内角行けばよかったね。だその辺の癖なんかもこう加味しながら、来月3月の19ですか、19ですね、はい、3月の19お邪魔しますんで、気づいた人は一緒に、ね、できたらいいなというふうに思います。はい、ともあれ良かったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。